こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、大人の夏服はこの4点だけあればいい、グリーンレベル編ということでお届けをしたいなと思っています。皆さんもですね、結構夏服選びには悩みが多いと思うんですよね。というのも夏服って着用点数が少ないので、なかなかおしゃれに見せづらいという特徴があるんですね。ですので今回はそんな夏服選びに悩んでいる皆さんのために、グリーンレベルさんと共同で4つのアイテムを作りましたので、皆さんになるべくわかりやすくですね、解説をしていきたいなというふうに思っています。実はですね、去年もグリーンレーベルさんとはコラボレーションで商品を作ったんですが、そちらもですね、大好評いただきまして、かなり早い段階でサイズ切れが起きてしまったんですね。今回はそちらの第2弾ということで、かなり時間をかけてこだわり抜いたですね、アイテムを作ってきましたので、ぜひ皆さんもですね、参考にしていただければなと思っています。今回ご紹介するような4点のアイテムがあれば、かなり手軽にですね、今のトレンドを抑えた大人の上品なスタイルが完成するかなと思うので、よかったら参考にしていただければなと思っています。それでは早速いってみましょう。はい、ということでここから具体的にアイテムを解説していきたいなと思ってるんですが、まず1点目は今僕が着ているこちらのオープンカラーシャツですね。なかなか仕上がりが良くて個人的にも気に入ってるんですが、ちょっと一周回ってみたいと思います。ちなみにですね、僕は身長164センチ54キロとですね、小柄な体型なんですが、今回は M サイズを選択しています。大人の夏のトップスとして欠かせないのが、まさに僕が今着てるような半袖シャツかなと思うんですね。実は去年もですね、グリーンレーベルさんとのコラボレーションで半袖シャツを作ったんですが、昨年はレギュラーカラーの襟型だったんですけども、今年はですね、オープンカラーにしました。レギュラーカラーに比べると最初からですね、襟の開きがありますので、開放感があって、より夏らしくですね、リラックス感のある着こなしが簡単に実現できるのが、このようなオープンカラーシャツかなと思います。まあ、サイズ感に関しても結構こだわりまして、適度にゆとりを出しながらも決してだらしなく見えないようなバランスにしてあるんですね。例えば袖丈の長さ、ここはですね、腕の関節よりやや長いぐらいにしてまして、少しゆとりを出しています。身幅に関しても M サイズで少しゆとりがありますが、まあ、これぐらいがトレンド感があって、着ていてですね、気持ちが上がるんですね。だけどもこれ以上大きくなってしまうと、さすがにだらしなく見えてしまうので、そのあたりのサイズのバランスはやっぱりグリーンレベルさんらしいですね、絶妙なところを捉えているかなと思います。襟の大きさのバランスですとか開き方、このあたりもかなり丁寧に調整をしているので、すごくバランスがいいですし、あとは素材の風合いですね、このあたりもすごく仕上がりがいいんですね。こちらコットンをベースにしながら、レーヨンとアセテートを混合してるんですけども、ナチュラルな風合いと軽さですね、これがまあ最大の特徴になっているかなと思います。着た感じもふわっとしてすごく軽やかなんですよね。これだと夏にですね、 T シャツの上にさらりと着ても全然不快な感じもしないですし、接触冷感機能もあるので、このあたりもですね、着ていて気持ちいいポイントかなと思います。そしてなんといってもこだわったのはこの色味なんですね。まあ、僕も含めて男性ってミリタリーだとかワークというテイストが好きかなと思うんですね。僕もそういった意味では結構このようなオリーブが大好きなんですけども、ただオリーブって失敗するとやぼったく見えがちなので、オリーブの中でもちょっと深めにすることで上品な見え方というところもしっかりと意識しているので、このあたりはすごくですね、バランスよく色の表現ができたかなと思っています。合わせ方は簡単で、この下に着るものはまずは白 T だとか、僕が今着てるようなライトグレーの T シャツなんかも非常に相性がいいかなと思います。あとは下ですね、ボトムス、今回はブラックで色を引き締めていますが、それ以外にもですね、こちらのような明るい色のボトムスとも相性が抜群にいいので、すごく簡単に着こなしのバリエーションが作りやすいかなと思います。このオープンカラーシャツは初夏からもうガンガン使えるかなと思いますので、ぜひ皆さんもチェックしていただければなと思っています。はい、続いて2点目のアイテムなんですが、僕が今着ているこちら、スキッパーポロですね。ちょっと一周回ってみたいと思います。これもなかなかいい仕上がりになってるかなと思います。去年もですね、実はコラボレーションでポロシャツを作っていたんですが、その際は通常のボタン付きのポロシャツをですね、作ったんですけども、今回は最大の特徴となるのは襟元ですね。前立て部分にボタンが付いてないようなスキッパータイプにしてるんですね。このあたりがまさに旬でトレンドを捉えたようなアイテムになってるかなと思います。僕自身も今年はスキッパーポロ欲しいなと思っていたんですが、このようにコラボレーションで満足度の高い一枚が仕上がるというのは、非常に嬉しいことだなと思っています。まあ、ポロシャツというとメンズの定番的なアイテムではあるんですが、まあ、最近のポロシャツというのはサイズ的にちょっとゆとりがあったりだとか、あとは襟元のデザインですね、ここを変えることで通常のポロシャツとの違いを出しているわけなんですが、まさにこちらのポロシャツもまずはサイズ感を見ていただきたいんですけども、袖丈は少し長めになっています。先ほどのオープンカラーシャツよりはちょっと短めではあるんですが、腕の関節ぐらいに来るぐらいの長さになっていまして、袖の部分にはですね、リブはつけてなくて、すっきりとしたデザインになっています。
。で、身幅に関しても適度にゆとりがありますが、決してだらしなく見えないので、このあたりもですね、ちょうどいいバランスに設定してあるかなと思います。丈の長さも長すぎないというところではすごくバランスが良くて、今着てるもので M サイズなんですが、これぐらいで僕はちょうどいいかなと思います。裾にはですね、リブがしっかりとついていて、キュッと引き締まるようになっていて、このあたりのレトロ感っていうのも個人的にはすごく好きなポイントかなと思います。そして襟周りもですね、すごくよくできてまして、襟の大きさだとか開き方のバランスですね。ここ次第で T シャツの見える分量も変わってきたりだとか、かなり表情が変わってくるんですが、非常にバランスを取れたデザインになっているので気に入ってるポイントかなと思います。素材はコットンを使ってるんですが、ややザラッとしていて武骨な感じが表現されているので、この風合いもなかなか男性にはですね、たまらないポイントかなと思います。そして最大のポイントでもあるのが色ですよね。ここはすごくこだわりました。表記はですね、チャコールグレーとなっているんですが、僕の中では墨黒をイメージしてこの色を作っていただいたんですね。ブラックの中でもちょっと汗感のあるような色味をですね、うまく表現することができて、すごくこの色合いが気に入っています。ポロシャツというアイテム自体が結構ですね、定番的で、失敗するとおじさんっぽく見えるので、できればシャープに見せたいということもあって、ブラックっぽい色にしたんですが、ただのブラックよりは少しひねりたいなと思ったので、このようなちょっと汗感のあるですね、墨黒をチャコールグレーにしたんですが、非常にいい仕上がりになったかなと思っています。コーディネートはすごく簡単で、このポロシャツの下には白 T を着てあげるのが一番バランスがいいと思います。で、ボトムスに関しては、先ほどのようなブラック系のもので合わせても非常にバランスがいいです。チャコールグレーとブラックでモノトーンで合わせてもらうと、すごくシャープな見た目になるので、大人の男性にも似合いやすいかなと思うんですが、今回はですね、ライトグレーの明るめのパンツを合わせてみました。このような形で上下で色の差をパキッと出してあげるのもメリハリが効いて、おしゃれに見えやすいかなと思うので、ぜひ皆さんも試していただければなと思っています。今年旬なですね、スキッパータイプのポロシャツは1枚加えてあげるだけで、かなりですね、気分が変わるかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただければなと思っています。続いて3点目のアイテムなんですが、僕が今着ている半袖のニットですね。これまためちゃくちゃ使い勝手が良くて、仕上がりがいいんじゃないのかなと思っています。半袖のニットというのは、ここ数年はですね、だいぶ定番的になってきたかなと思うんですが、大人の夏の着こなしの中では欠かせないアイテムだなと思っています。まあどうしても夏になると半袖の T シャツばかり着てしまいがちなんですが、快適でいいんですけども、大人の男性が着た時にちょっとラフになりすぎてしまったりとか、上品さみたいなものはなかなか出づらいので、そんな時にこのような半袖ニットが1枚あるとすごく便利なんですね。 T シャツのように半袖なので快適さはありつつも、表面がニットなので大人っぽく上品さもちゃんと取り入れることができるので、このような半袖ニットは1枚は持っておくと便利なアイテムなのかなと思っています。今回の半袖ニットに関しましては、サイズ感はトレンド感を活かしながらちょっとゆったりめに仕上げてあります。袖だけを見てもらうと関節よりもちょっと長めで、一番最初にご紹介したオープンカラーシャツと同じぐらいの長さのバランスになっています。身幅も少しゆったりめにしてあって、丈もですね、短すぎないようなバランスになってまして、ニットを使った上品なアイテムなんだけども、サイズ感には今っぽさを取り入れるというところで、綺麗めとカジュアルのいいとこ取りができてるかなというふうに思っています。素材はコットンとアクリルをコンボさせているんですが、シャリ感があって肌離れもいいので、着ていて気持ちがいいんですよね。で、厚みはですね、ちょうど中肉厚ぐらいになっていまして、薄すぎず厚すぎずのですね、ちょうどいいバランスかなと思います。薄いニットも着ていて涼しくていいんですが、どうしてもですね、体のラインを拾いやすいので、これぐらいの厚みがあった方が大人っぽくて上品な見た目にはなりやすいのかなと思っています。で、今回は色味にもこだわりまして、表記はネイビーとなっているんですが、定番的なブラックに近いようなネイビーではなくて、ネイビーの中でもちょっと明るめにすることでロイヤルブルーのような色味に近づけているので、退屈にならないような、すごくですね、品のいいネイビーに仕上がってるかなと思います。色が持つシャープさも味わいながらも、適度に清涼感を漂うような青みも感じられるので、すごくバランスのいい色味に仕上がってるかなと思います。こちらの半袖ニットの合わせ方も簡単で、下にはですね、白 T を着て、ちょっと裾の部分から覗かせてあげるとバランスがいいかなと思います。首元から覗かせてあげるのもいいかなと思うんですが、今年はあまりですね、白 T 覗かせずに、すっきりめに首元をまとめるのも、なかなかバランスがいいかなと思うので、今回はあえてあまり覗かせないようにしています。ボトムスも結構何でも合うんですよね。ネイビーのトップスに対して、このようなグレー系はもちろんバランス良くて、非常にハマりがいいので、今回は合わせていますが、それ以外にも最初にご紹介したようなブラック系のパンツでも合いますし、二つ目のコーディネートでお見せしたようなライトグレーの明るめのパンツですね。結構気になっている方も多いかなと思うんですが、あのようなパンツとも相性がいいので、一枚あれば様々な着回しもできるアイテムなので、非常に便利かなと思います。大人には欠かせない半袖ニット、ぜひ今年は皆さんも一枚トライしていただければなと思っています。
はい、続いてラスト4点目はですね、僕が今履いているライトグレーのボトムスですね。これはですね、先ほど2つ目のコーディネートの際に履いていたので、皆さんもきっと気になっていたかなと思うんですが、これもですね、仕上がりめちゃくちゃいいですね。僕は普段ですね、ブラック系のパンツを皆さんにお勧めすることが多いんですが、今季一番よく履いているのが、ホワイトとかライトグレーのような明るめのボトムスなんですね。というのも、去年ぐらいから少しずつですね、このような明るい色のボトムスがトレンドに浮上してきてまして、取り入れるだけでトレンド感も漂いますし、着こなしがパッと明るくなるのですごく便利なアイテムなんですね。ですので今年の夏はぜひ皆さんにも明るい色のボトムストライしていただきたいなということで、今回こちらのライトグレーのですねボトムスを作りました。なぜホワイトではなくてライトグレーにしたのかという点なんですが、ホワイトのパンツって汚れやすいだとか、どうしても似合わないんじゃないかなという抵抗感があるという方も少なくないので、真っ白ではなくてあえてグレーの感じを少し足すことで気軽にトライしやすいようなですね色味をですね作ってみました。遠目で見るとホワイトに近いようなですね本当に明るいライトグレーなんですが、これだったらいろんな方にトライしやすい色味になってるかなと思います。上半身には一番最初に着ていたオリーブのオープンカラーシャツを着てるわけなんですが、オリーブのようなちょっと男っぽい色合いにはブラック系のパンツで引き締めるか、もしくはこういった明るめのカラーのパンツで清涼感を出すのか、このあたりが非常にバランスがいいかなと思うんですね。このボトムスが1本あるだけで実はオリーブのシャツにも合いますし、二つ目のダークグレーのスキッパーポロにも合いますし、あとは先ほどご紹介したネイビーの半袖ニットにも合うので、本当に万能なアイテムなんですね。この着回しのしやすさというのが明るい色のボトムスの最大の魅力なので、ぜひ皆さんにもトライをしていただきたいなと思います。まあこのようなホワイトだとかライトグレー系のパンツというのは、以前はですね、結構細身のものが多かったんですが、最近のものは適度にゆとりがあって、あまりキザに見えないようにするのがいいかなと思ってまして、こちらも腰周りはプリーツが入っていて少しゆとりがありまして、ピタッとしたシルエットにならないようにしています。だけども膝から下はテーパードをかけて少し細めに絞ることでだらしなく見えないような適度なバランスに仕上げています。丈も最初からですね長すぎず短すぎずのバランスになっているので、買ってそのまま履けるようなバランスになっているので、このあたりもちょうどいい仕上がりかなと思っています。素材はポリエステルを使っているんですが、表面には少し節のような感じがありまして、見え方としてはちょっとリネンライクな感じになっているんですね。このあたりの素材の質感もすごくバランスがいいかなと思います。コーディネートは簡単で、先ほどお伝えした通り上半身は濃い色目のものを持ってきた方がいいかなと思ってまして、ブラックですとかネイビーですとかオリーブ、このあたりが非常に合わせやすいかなと思います。そして靴なんですが、今はですねグレー系のニューバランスを合わせています。ホワイトだとかライトグレー系の明るい色のパンツには結構ニューバランスのカラーがすごくハマりがいいので、ぜひお持ちをですねグレー系のニューバランスをスニーカーとまず合わせていただければなと思います。それだけではなくて、夏場に適したようなサンダルでもすごく相性がいいので、ちょっと履き替えてみたいと思います。はい、履き替えてみましたがいかがでしょうか。今度はですねブラック系のサンダルに履き替えました。夏場の人気サンダルであるキーンのユニークですね。こちらはグリーンレベルさんがキーンにですね別注をかけたモデルなんですが、このようなブラックと藍色ですね、この2色で構成されたような濃い色のサンダルなんかとも非常に相性がいいです。僕は今白ソックスとこのようなサンダルを合わせてますが、もちろん素足で履いても合うので、ぜひこういった着こなしも試していただければなと思っています。またこのようなビルケンシュトックのサンダルですね、夏場だとこういったスタイルも非常に相性がいいかなと思うんですが、ブラックベースのスウェードのサンダルを履いていますが、これも非常に相性がいいですね。結構いろんなスニーカーからサンダルまで相性がいいパンツなので、ぜひですね皆さんこういったライトグレーのパンツを取り入れることで、夏の着こなしに新しい見せ方をですね加えていただければなと思っています。いやー、いかがでしたでしょうか。皆さん、今回の動画では大人の夏服はこの4点だけあればいい、グリーンレベル編ということでお届けをさせていただきました。どのアイテムもすごく完成度は高くて、まあ、きっと皆さんも悩んでいるところかなと思います。それぞれキャラクターが結構明確で、全然用途は被らないので結構選ぶのは大変かなと思うんですね。僕もですね初夏から夏にかけて今回ご紹介したアイテムはガンガン活用しながらですね、夏の着こなしマンネリ化しないようにですね楽しんでいきたいなというふうに思っています。今回ご紹介した商品に関しましては、こちらの動画の下の概要欄にですねリンクを貼っておきますので、そちらからぜひチェックをしてみてください。また実際にグリーンレベルさんの店舗に行くことで、店員さんとですねいろいろと相談しながら決めるのもいいかなと思うので、ぜひ皆さん今回ご紹介した4つのアイテムチェックをしていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですねなるべくわかりやすく解説をしたいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。